こちら、カズスマル、ミリエンドペル、まあ、コーチです。路面電車乗りだと、後ろ見える。レンタサイクルあ駐車場は正面ではなくて裏からぐるっと回るところ一通なので気をつけていく必要がありますねということで見ていきたいと思います。現状、今、非常の施設として、新規車のところがちょっと落とし過ぎるような学習になってしまっているのかな。今回は714ということで、はい、714、こっち方面、あれ、手前だった？あ、手前だった、ここだ。ちょっと入りたいと思います。ということで、部屋に入ったんですけど、まさかのツインって聞いてたんですけど、3つあるというね。で、全部3つずつありますね。で、館内着は、最初にフロントで言うともらえたという感じです。冷蔵庫はここにあって、あと、加湿器もあって、で、ここら辺に、まあ、入れ物か。あとね、室内の案内は、まあ、これでできるって。テレビにあるって言ってたんで、これですかね。ちょっと古そうに言えるけど、ロビーも結構良かったし、いいですね、結構。あと、飲み物はあるんですけど、なんか別に作るものはないというね。まあ、ロビーになんか色々ありましたけど。ジャランの泊まって良かった宿ショートみたいなのもあるんだ。はい。ということで、ホテル何年かいろいろ書いてありますが、これ鏡か。ホテルの案内。レストランはね、あ、これかな。レストランは、朝食の部屋番号言っただけで OK ということで。で、フロントでできること。加湿器、レンジ、フロント、パジャマは部屋にございません。室内は、コインランドリーもあって、ちょっと高めですね。レンタサイクル。お、無料で貸し出し。いいね、これ。はい。という感じで、ちょっとレンタサイクルしていこうかな。という感じで、ベッドがあって、お風呂はここですね。こんな感じで、ポーラのシャンプーですね。でも結構綺麗な感じじゃないですか。で、これもね、なんていうか、陶器、プラスチックじゃなくて、冷めにくいかなと思って。で、こっちですね。あとは、部屋のハンガーも、めっちゃあるじゃん。これ助かるわ。これ干してる人とか助かりますよね。まずリセッシュもあって、いいですね。という感じのお部屋です。おはようございます。現在、6時前。結構ね、夕日が綺麗そうだったんで、出てきました。あ、夕日じゃねえ。夜明け。うわ、めっちゃ綺麗。この山々がめっちゃ綺麗だわ。あ、あそこでちょっとね、見えなくなっちゃってるけど。あ、高知城だ。うわ、綺麗だ。いいね。ここが10階からの景色ですね。あそこ雲あるわ。めっちゃ綺麗。
しそう。ね、ジョージリープみたいな機能エクセスあるよ、自分で作るスムージーとかね。豆腐か。わあ、めっちゃ美味しそう。美味しそうなんだけど、ぐちゃぐちゃだな。卵超ちっちゃかったよ。美味しそう、マジで。